国民民主党の浅野哲でございます。7月8日、選挙期間終盤に凶弾に倒れた安倍晋三元総理の御霊に哀悼の意を表し、長年にわたり国家発展のためその人生を捧げた政治家に心からの敬意を表しつつ質疑をさせていただきます。今日本日これまでの質疑の中で総理はこのような趣旨のことをおっしゃいました。国葬を行うことは内閣府設置法で規定された行政権の範囲である。内閣府設置法と閣議決定を根拠として今回国葬を行うとおっしゃいました。その言葉の通りの理解ということでよろしいか、再度確認させてください。はい、委員ご指摘のとおりだと思います。先ほど来申し上げておりますのは、安倍元総理の国葬儀については内閣府設置法および閣議決定を根拠として執り行うこととしているということ、また国の儀式を行うことは立法権にも司法権にも属さず行政権の範囲に含まれていると考えられ、このことは内閣府設置法第4条3項で明らかになっているということ、そして内閣総理大臣経験者の葬儀の在り方についてはこれまでもその時々の内閣においてさまざまな事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたということ、そして今後も内閣総理大臣経験者が逝去された際には、その時々の内閣において、その都度ふさわしい形が判断されるものであるということ、こうしたご説明をさせていただいていると認識をしております。そこの内閣設置法の解釈、理解というものをもう少し踏み込んで議論させていただきたいんですけれども、今、総理は国の儀式を行うことは内閣府設置法の第4条3項で規定されているというように答弁をされました。ただ、これをよく読んでみますと、内閣府設置法第4条第3項、内閣府は前条第2項の任務を達成するために次に掲げる事務を司ると書いてありまして、次に掲げる項目の33番目にですね、国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関することというのが記載されています。これが総理がおっしゃっている法的根拠の条文の部分なんですけれども、この条文にはですね、ほかに例えば内閣府が世論調査を行ったりだとか、国民の祝日に関することを決めたりとかということも明記されているんですね。で、こういった内閣府の判断で行えるものについては、例えば、世論調査に関することというような記載がされています。ただ、この条文をもう一度繰り返しますと、国の儀式に関する事務に関することというような記載があります。私が言いたいのは、このやるかやらないかという判断は、別のところで判断をされて、もしやるとなった場合には、その事務を内閣府が司る。こういう法の立て付けになっているんではないかというふうに理解をしております。つまり、内閣府の独断で、この国葬儀という国の儀式をやるかやらないかを決定することはできないんではないかという疑念が今あるわけですけれども、これについて、総理の答弁をいただければというふうに思います。まず、国の儀式として、国葬儀を行うということが、立法権に属するものなのか、司法権に基づくものに属するものなのか、あるいは行政権に基づくものなのか、これを考えた場合に、私は行政権に基づくものであり、その一つの根拠が内閣府設置法第4条3項等に明記されていることである、こういった説明をさせていただき、そして行政権に含まれるものであるとしたならば、閣議決定を根拠に行うことが求められるということで、閣議決定を行い、決定をした。これが、この法的な考え方の整理であると認識をしております。よって、こうした判断に基づいて、内閣法制局ともしっかりと確認の上で、政府として判断ができるという、この判断のもとに、今回の決定を行った。こうしたことであります。その繰り返しになりますけれども、その内閣府が司る事務の範囲内に、行政権の範囲内に
国の儀式をそもそも行うのかどうかという判断をする、起訴をする権利が委ねられているのか、ここについては、やはり今の議論ですと、国会、立法府と行政府の間で、本当に全員がその認識を一つにしているのかというと、私はまだそういう状態ではないというふうに思います。でただ、もう9月27日、時間が迫っております。でそこでぜひ総理にご提案したいのはですね、まず、行政府と立法府がこういった国の儀式を行う際に、認識を一つにするためにも、今後は閣議決定をする前に、立法府国会にその儀式を行うべきかどうか、意見を聞く場を設けるべきではないかというのが一つです。で二つ目は、ただ目の前、9月27日の国葬儀、時間が迫っております。ただ、今日の議論でもあるとおり、各党、まだ反対をすると言っている政党もございます。ぜひとも各党の党首と会談を行っていただいて、総理のその思い、今日この議員運営委員会の場だけではなくて、各党に直接その思いを伝えて理解を得、協力を得る努力を続けていただきたいと思いますけれども、こちらについて総理の見解を伺いたいと思います。岸田内閣。まず、国葬儀を行うにあたりまして、政府としてしっかりとした法的根拠をしっかり示した上で、この総合的な観点から適切に判断をする、こうした判断を行うということがまず大事だと思いますが、それと合わせて、国民の皆さんからできるだけ多くの理解を得て、そして協力を得て進めていく、こういった姿勢も極めて重要であると、この判断と説明責任、この2つをしっかり行うことが、国葬儀を進める上で重要であると、私も認識をしています。そして、この国民の皆さんに広く理解をいただくという観点から、どうあるべきなのか、どうあるべきだったのか、こういったことについては、謙虚にさまざまな指摘を受け止めて、そして何よりもこれ、説明が大事なわけですから、引き続き説明努力を続けていきたいと思います。そして各党の理解を得るべきではないか、こうしたご指摘がありましたが、だからこそ、今日も議運営委員会という形、という場をお借りして、国民各党の皆さんをはじめ、国民の皆さんにしっかり説明をさせていただいているということであります。今後とも、会見であったり、ぶら下がりであったり、あるいは関係大臣のこの発言であったり、さまざまな形で、より多くの国民の皆さんにご理解をいただけるよう、努力をしていきたいと考えております。時間も限られておりますので、最後、質問させていただきたいと思います。これは官房長官になるかもしれません。国葬儀の準備期間や当日、多くの海外要人が日本を訪れる予定になっておりまして、当然ながら厳戒な警戒態勢が敷かれることになります。その期間中、高速道路の利用制限、あるいは当日予定されているスポーツやコンサートなどのイベント、その他、催事に関しては、予定通り開催して良いという理解で良いのか、何らかの制約、制限がかかるのか、あるいは政府からの要請がされるのか、このあたりについてご答弁いただきたいと思います。お答えをさせていただきます。国葬儀当日に外国要人の宿泊場所から日本武道館等への移動に伴い、首都高や一般道において必要な交通規制が行われる見込みであり、このほか外国の要人の来日、離日の際に、空港から宿泊場所等への移動に伴い必要な交通規制が行われる可能性があります。他方、国葬儀の実施にあたり、国民の方々に向けて何かを自粛をするようお願いすることは考えていません。